シルキュイド・ヌベール・マニクールは、フランスの中部ヌベールからおよそ 13km 南のマニクール村にあるサーキット。全長 4411m。F1 フランスグランプリが1991年から2008年まで行われていた。リジェの創始者、ギリジェが、当地出身で、隣接地にリジェのファクトリーがあった。ミッテラン大統領がギリジェと旧の中でったため、 グランプリが当地に誘致された経緯には政治力が働いたのではないかと噂された。コース路面は非常にフラットな舗装で、かつアスファルトが比較的黒っぽいことからタイヤの摩耗が大きい。タイヤ交換可能な F1 レギュレーション下ではフューエルエフェクトを上回っていた。コース上でのオーバーテイクは難しく、ピット作業以外では 順位変動の少ないレース展開が多かった。2003年には最終コーナー周辺が回収され、ピットでのロスタイムが縮小された。サーキットは近代的な設備が整っているものの、周囲には田園風景が広がるのみである。アクセスの悪さや宿泊施設の不足などの理由で何度かフランス GP 中止の危機にさらされてきたが、 大体地の誘致にも難航していることから中止には至っていなかった。しかし2008年10月15日にフランス自動車連盟が開催費用が高すぎるという理由から2009年度の開催を中止した。ミハエル・シューマッハは F1 キャリア中このコースで発祥と一番勝っている。2002年には F1 史上最速の17戦中11戦目で、 ドライバーズチャンピオン獲得を確定させた。2004年には4回ピットストップ作戦という奇策で、フェルナンド・アロンソを破り勝利している。自転車ロードレースのパリニース2014では、第3ステージのフィニッシュに採用された。この際は、最終コーナーのクランク部分手前からコースに入り、逆走する形でコースを一周するレイアウトが取られた。 ステージ終了後の表彰式では、サーキットの表彰台を活用した。1992年から2002年までの、レイアウトピットから、最終コーナー方向の長望短い、ホームストレートから、スピードを保ちながら1.2コーナーへ。右回りの高速、ロングコーナーエストリルを通過して、緩やかに右にカーブした、長いバックストレートに向かう。 ストレートエンドのアデレードヘアピンでは、ギアを一足まで落として、ハードブレーキングを行う。ここが、コース中最大のバッシングポイントとなる。ただし、エストリルでは乱気流の影響で、前走者に接近しにくいため、バックストレートでのオーバーテイクは簡単ではない。ヘアピンを立ち上がると、反対方向にまたストレートが続く。 ニュルブルクリンク試験ンを高速でかすめるように通過し、減速して、左コーナーの180を回り込む。コースは再び逆方向に向かい、高速試験ンのイモラへ。ここは入り口に下り、出口に、上りの勾配がついている。右回りの車頭道は、改修回収前よりも尖った形状に変更された。最終セクションのリセも回収前は右、左。 右と大きく切り返す低速試験員だったが、パッシングポイントとなるようアプローチ部分を延長し、鋭角な右ターンに変更された。理性を立ち上がると加速し、小さなクランクを遠石をまたぎながら通過して、ホームストレートに戻る。マニクールのピットレーンは、非常に幅が狭く、レース中に各社が、同時にピットインすると、あわや接触というシーンが見られた。ありがとうございます。